ジェッシー・マタドール、本名ジェッシー・キム・バンギは、コンゴ民主共和国出身で、フランス在住の歌手である。ザイールにて1982年10月27日に、生まれ、2001年からダンサーとしてのキャリアを開始する。後にレック・アブリゼイというグループに加わり、その一員として、アメリカ合衆国、コンゴ民主共和国、イギリス、イタリア、カナダをツアーした。2005年、 ドクターラブ、リーニオ、ベンコフと共に独自のグループラセレソーを結成した。2007年末にグループはイスレコーズと契約を交わし、2008年春にはバグラムレコーズと契約した。デビューシングルレクレイグアダが2008年6月に発売され、この夏のヒット曲となった。2008年11月24日にはアルバムアフリカニュースタイルが発売された。 アルバムはアフリカと西インド諸島の両方の音楽からの影響を混ぜ合わせ、より都会的にした作風となっている。彼らの音楽には、ズーク、ダンスホールレゲエ、レゲエ、ヒップホップ、クーペイコールデカレ、ンドンボロ、クドゥーロといった音楽の影響が見られる。2008年12月には2枚目のシングル、ミニコウールが発売された。2010年2月19日、 ノルウェーのオスロで開かれる予定のユーロビジョンソングコンテスト2010のフランス代表にジェッシー・マタドールの楽曲、あれ、オーラ、オーレが選ばれたことがフランステレビジョンによって発表された。ありがとうございます。